どうも西田渉です。本日なんですけれども、これから買うカメラとレンズについてのお話しようかなと思っております。以前の動画でもね、ちょっと今僕はこの装備が最小最強装備だみたいなところで動画出させてもらった時にちょろっとね話したお話があったんですけれども、今回ねより細かく、今年今ね2021年6月20日の今収録なんですけれども、今年いっぱい来年にかけてのっていうところでの展望も含めて、僕が買うであろうカメラ、そしてそれに伴って今所有しているカメラがどういう風に、ね、なっていくかっていうね、僕の中での使い勝手っていうところなんですけれども、多分皆様もね参考になるお話になると思うので、今日はねお話してみようかなと思っております。まずね早速なんですけども、一番最初はこちらですよね、 R5 そして EOS R6 ね。こちらが僕が買うべきカメラは今後ね R3 になるわけですよね。 R3 はもうとにかく買います。純フラッグシップっていうことで、キャノンの RF システムの最高峰に次ぐっていうところ、一番いいカメラとして基本出てくる予定になっているので、 R5 よりかはとどうなるかっていうところ、 R6 と比べてどうなるかっていうところはあるんですけれども、いずれにせよ R3 がね買うカメラとしてはね今後最有力というか、もうこれはもうマストで買いますね。何千万画素だろうが、とりあえず買うと、そういった感じですね。やはりこの堅牢性とか仕事をする上でのね、より使い勝手の良さ、 AF の、スペックアップとかっていうことが予想されますから、そういった意味ではね、もう R3 はもう鉄板で買っていきますっていうところですね。まず R3 が1個、そういった時に、まあ、ここですよね、 R5 がどうなるか、そしてR6 がどうなるかっていうお話になってくるんですけれども、まず R5 ですね。 R5 に関しては今僕2台入れております。2台入れてまして、4500万画素で2台で運用してますっていうところになるんですが、仮に R3 が、まあ、2000万画素から3000万画素だった場合は R5 は確定残っていくってことになりますね。でそこから出てくる絵の質感クオリティを見た上で R5 を2台持っているうちの1台を売却するのか、はたまた R3 をもう2台入れて完全にそれが仕事用にしてしまうとか、そういった形にするかっていうところですよね。なので R5 がもしかしたら完全に2台ともなくなっていくみたいな形になる可能性も、ただこれは薄いですかね。最低でも R5 に関しては1台は残すかなというふうに思っております。なぜならこの YouTube の収録自体も基本的には R5 でも今やっておりまして、それでシステム組んでいるところもありつつ、 R6 もそうなんですけれども、共に 730g、680g ということで、まあ比較的軽いボディですよね。それで、R3 はおそらくですが、縦繰り一体型で来るので1キロ前後なのはもう間違いないんですよね。そう考えた時にわざわざスナップ、僕とかスナップでね作品を撮っているタイプなので、こういった形でねカラーオブ東京とか写真集はまさにスナップの、まあ、写真家として活動しているので、そういった時にはね R3 がメインで、ゴリゴリにスナップするかっていうと、やっぱりファインダーの良さとかと軽さとかっていうトータルバランスで言うと意外と R5 っていうところになる可能性もあったり、あとは R6 ですらね、 R6 も今2台運用しているんですけれども、 R6 も結局 R3 がもう完全にね高感度でも強いですよと、 ISO 例えば8万10万使えますよってなった時にはもう明らかに間違いなく R3 の方が R6 にも全てにおいて良くなる。で R6 のアドバンテージメリットってなるとやはり軽さだけなんですよね。そうなってくるとね、もちろん2000万画素っていうハンドリングも悪くないですとかっていうところになると、ただ AF そして連写性能とか合成感とかそういったところはもう軽さ以外は全て R6 を上回っていくことになるので、R6 っていうものの立場が今後僕の中でどういう風になるかっていうところはちょっとハテナになってくるかなってところになりますね。スナップでの使用用途として R6 をあえて残すかどうかっていう軽さだけの部分でっていうことですよね。なんで僕の場合は多くのカメラを使っているので、その辺が意外と R6 が R3 の登場によってスポッと抜け落ちていくカメラになる可能性もなくはないかなと。 R5 は確実におそらく1台は残す、まあ、縦繰り一体型ですからね、 R3 1台入れてこっちの R5 とは併用、場合によっては出てくる絵が同条件出てくる絵の色ずれとかが起こるのであれば R3 2台で完全仕事用、 R5 はもう単体でこういった場合によってはスナップ用途とかそういった風に使う可能性もなくはないかなっていう、まあ、その辺がね今後やっぱカメラが新しく出てくると、今後のそういったこのカメラと
それぞれのカメラをどういうふうに組み合わせていくかというところのね、方程式のようなものも変わってくるので、それを皆様にねお伝えしていくっていうのもね楽しみなんですよね。僕自身もほんといろいろです。例えばですが R3 が4500万画素とかで出てきますよ、高画素で出てきますよってなったらまた全然話が変わってくるし、今後ね R5 が R5 例えば S とかって言って9000万画素とかの高画素機が出ますよってなったら、もう R5 自体のね、僕の中ではスチールユーザーなんで、R5 間違いなく1台はもう必要なくなるっていう感じの流れになりそうだったりするっていうことでね、いろいろとキャノンはね今後楽しみかなと思ってます。あとはレンズですね。僕はレンズもまあ前も言ったんですけども、ここですね、この70-200 の F2.8、 この辺のズームレンズに変わるこういった超三元ですよね、 28-70F2 投資のちょっと望遠気味のズームがもしも出てきてくれれば、僕の中では70-200 のこの F2.8 っていうもの自体もちょっとね必要がなくなるっていう感じなんですよね。逆に言うとだったら70-200 の F4 でもいいかなっていう感じだったりとかしてくるっていうことで、基本的には僕ね間の24-70 の F2.8 とかは多分ね残すかなと思ってますね。映像関係ではね使いやすかったりとか、まあフレキシブルに動くっていう意味では一応撮っておこうかなっていうレンズではあるんですけれども、意外とこの望遠端の部分での、まあ僕の場合はポートレート用途なんですよね、ほとんどね70-200 あたりのレンジっていうのはね。なので作品撮りとかっていう風になると大体2405あたりのマチススナップでどんどん撮っていくっていうタイプだったりするので、作品撮りで70-200って意外とね、用途が少ないっていう、そうなるとこの超三元ズームで例えばですが70-150、70-135mm F2 とかが出てくれれば、もうそこの辺で単玉がねもうほぼこのズームともう一個の望遠ズーム F2 同士のズームがあれば単玉をほとんど使う必要がなくなってくれるっていうのは結構ね、逆に機材軽量化になると撮影するっていう台になると重いんですけれども、本気で撮影しだすとね重さって忘れちゃうから、逆にね R5 とか R3 とかと組み合わせたりすると縦繰り一体型とかこう安定が逆に良くなりそうな予感もしててね、ちょっと超三元と呼ばれるズームレンズがもしかしたら来年あたり出てくれるのであれば、70-200 の F2.8 が意外と僕は使う用途としては今後なくなっていくかなっていうところが予想されてるんですよね。まあもちろん単玉とか出てきたらね、僕はスタジオユーザーなのでスタジオできちっと撮影していくっていうタイプなので、単玉はなんだかんだね揃えていこうかなと思ってます。例えば 135mm の F1.4 とかね。なんで意外とその辺が、なので 135mm F1.4 とかあれば意外とこの辺の 70-202.8 を持ち出すことが意外となくなるかもしれないっていうね。28-70-50-85-135 の単玉、この5本4本ぐらいでほぼ終わるかもしれないし、あとは100マクロがね今後、7月末に出ますから、100マクロも実を言うと EF 時代から僕ポートレートレンズとしてもね結構使っていたんですよね。なので 85mm F1.2、 100マクロ、そして 135mm っていうところになって、その辺でほぼ終えられるんじゃないかなと。場合によっては200の単玉が RF で出てくれればそこ入れてもいいかなとかっていうね、まあレンズはまさに沼というか、どういう組み合わせにするかっていう感じなんですけども、僕は今必要のね最低最小装備みたいになると、この2本でほぼ運用でいいかなっていうふうに割り切っちゃってますね。ですがまあいかようにも持っていけるっていうふうになると、ここにやっぱ単焦点レンズ差し込みたいですね。ほんと50のね 1.2 とかほんと素晴らしいので、 RF51.2 はね、あの辺はちょっとかけがえのないレンズかなっていうふうには思っておりますね。いずれにせよ手放す気はさらさらないっていうようなレンズで、最後なんですけれども、おそらく今年確実に出るっていう噂のあるこちら、これはねライカの M10 ですね。M10 なんですけれども、よいしょ、今年の、11月11日にライカの M11 が出るんじゃないかっていう噂があるということで、まあ言わずもがな、もうここのアポゾミクロンと M10 のガッチャンコはもう鉄板装備で、まあ先日ね高澤圭介くんとあのコラボ動画見ていただいたと思うんですけども、本気の、撮影仕事みたいな感じの動画を出したんですけれども、そこでもねやはりこの R5 に28-70 の F2 ガッチャンコで、もうこれはもう失敗、絶対失敗しないぞっていう撮影はこのコンビ R5 と28-70 の F2 で、
やっぱちょっと柔らかいね、本当に被写体との距離を詰めるようなオフショットに関してはライカの M10 と、アポズミクロン M50mm って、まあ、これをオフショット用という、まあ、贅沢なコンビなんですけれども、まあ、僕はこれをオフショット用として使っている、まあ、あとはこういった作品撮りのためのねマッチスナップっていうところも M10 とアポズミでやったりしてますね。なのでそういった意味での本当に気軽にすごく携帯性よくで素晴らしいクオリティで撮れるカメラっていうところでね、ここは鉄板なんですが、やはりもう4年前のカメラなのでね、M10 自体がね、これが M11 になると、ここの開ける場所とかもね、ここがこういうちょっとオールドギミックなところもいよいよここがカパッとね簡単に開くような形になるんじゃないかとかって言われてたりとか、そういったのもあるのでね、まああとは5000万画素ぐらいになったりとか、5000万画素3600万1800万とか、なんかこう可変で画素数を変えられるんじゃないかっていう噂もあったりとかね、そういったいろんな噂も立っている、ので、まあ多分より現代的なあのレンズあのカメラになっていくと思うんですよね。こうレジファインダーで完全に見やすいんですけれども、ちょレジファインダー兼 EVF が入るようななんか流れになったりとか、今ちょっとねここにつけるビゾフレックスっていうねこのビューファインダーもちょっとこうポコンって出るタイプなんで、それもアップデートされるっていう M11 になるとね噂もあったりするので、よりこう何かねここにこうフラットになるようなねデザインで来るんじゃないかとか、いろんなことが予想されて、いずれにせよライカの M11 はねもう発表されたら速攻買おうかなと思っていて、それぐらい今 M10 とこのアポズミクロンのやっぱりこのどんなね仕事の撮影でもやっぱりオフショットでここで撮るとちょっと空気感がやっぱ変わるんですよね、明らかにね。それがどうしても欲しくて、ライカはちょっとね僕の仕事の上でも、まあ、作品撮りっていう意味でも使えますから、いずれにせよハイブリッドなね機種なんで万能機なんですよね。仕事でも作品でも使えるってことで、なのでもういずれにせよ M11 はね入れていこうかな、使おうかなっていうふうに思っていて、これが多分今年買うであろうカメラたちってことですかね。 R3 と M11、 あとはレンズはIF って感じですね、出れば買うって感じですけれども、なんでこの2機種あたりが僕のマストボディ、カメラ絶対買うボディっていう風になりそうな予感がします。ただまだねあの M11 とか絵に描いた餅でね、もう本当にまだ正式発表すらされてないので、ここはね、まあ、たらればではありますけれども、まあ、出たらね すぐ買おうかなと、まあ、いずれにせよ R3 は買います。で買った時に R5 とR6 の、まあ、僕にとっての立ち位置ってとこですよね。それを端的に解説していきますから、皆様もね R3、5、6っていうところで、これからの APS-C 機も出る噂もあるんですが、それのロードマップですよね。要するに RP とか R もありますから、その辺をどういう風に予算に応じてとか、どういう人が R6、どういう人が R5 かとか、そして R3 はどうだとか、その辺もね全てのラインナップを端的に解説していこうかなというふうに思って、僕自身が一番楽しみにしておりますねというところでね、参考になる嬉しいかなと思っております。温かいコメントとねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。